メテルススキピオを描いた効果カイキリウスメテルスケケイズクイントスカイキリウスメテルスピウススキピオナシカは共和制ローマ期の政治家であるローマ内戦では向こうにあたるグナエウスポンペイウスを中心とした元老インパに属し中心的な役割を果たした古代ローマで最後に活躍したスキピオとも称される紀元前111年に執政官を務めたプブリウスコルネリウススキピオナシカ セラピオは祖父にあたり、同盟で、紀元前138年の失政官プブリウスは、曹祖,祖父で、スキピオアフリカノスの血を引いていた。父プブリウスは、ホーム感染室から間もなく亡くなったが、母リキニアクラッサは、ルキウスリキニウスクラッススの娘にあたるように、名門の血筋の出であった。メテルススキピオは、父のまたいとこにあたる、クイントスカエキリウスメテルスピウスの養子に迎えられ、 この時期にメテルスと名乗ったとされる。また、マメルクス・アイミ、メテルス・スキピオは、アイミリア・レピダとの娘・コルネリアを政略結婚の材料として、最初は、マルクス・リキニウス・クラッススの息子・プブリウスへ継がせて、プブリウスがカルライの戦いで死去した後は、グナエウス・ポンペイウスの5番目の妻として再婚させた。 ポンペイウスとコルネリアは30歳以上も年が離れていたが、仲はむつまじかったとされる。この間にも、剣職の経験を積み、紀元前59年に、古民館、紀元前55年頃に、法務館、紀元前52年にポンペイウスと共に、失政館となった。紀元前49年1月、ガイウスユリウスカイサルが軍を率いて、ローマへ侵攻したことで内戦が勃発した。 メテルス・スキッピオは、反カイサルの立場から、元老ンパに属して、認知であったシリア族州やアシア族州で戦争に、備えて、食料や軍資金、兵士を調達したものの、過酷な挑発であったとされる。紀元前48年8月のファルサルスの戦いでは、一軍を率いて参戦したが敗北。同盟者のヌミディアをユバ一世が勢力を持つ北、アフリカのウティカへ逃亡し、 同じ言動インパのカトラと組んで再起を図ったものの、紀元前46年4月のタプススの戦いで、再びカイサル派に敗北を喫したヒスパニアへ逃れようとしたが、ヒッポレギウス近郊で殺害された。ありがとうございます。